皆さんこんにちは。今日は宮城県仙台に来ています。仙台でね、ホテル撮っていきたいと思います。本日泊まっていくのはホテルグランバッハ仙台さんですね。2021年にできたばっかりの新しいホテルです。グランバッハ、その名の通りバッハの、ね、音楽が流れているという、そういうねホテルでございます。東京の銀座とかにもねあったりします。いやーちょっとね、新しいホテルなんで、もう入り口からね、1階にはコンビニもね入ってたりして、とてもね便利な作りになっています。フロントは1階ではなく、ちょっとね上の方になります。7階ですね。まずはエレベーターで7階まで上がっていきたいと思います。フロント、ロビー、レストランが7階にあります。客室はねその上ということになっています。すごい。さあ、エレベーター7階で降りると、最初に目に飛び込むのはねこちらでございます。すごいですね。音楽がねバッハの音楽なので、聞いたことあるなというね音楽をね聞きながらホテルで過ごすことができます。チェックインを済ませてお部屋へと向かっていきます。お部屋はねカードキーになっていますよ。今回はね10階のお部屋でございます。やっぱり建物新しくて廊下も綺麗ですね。外からねグランバッハのビルを見ると、もうガラス張りでね、ちょっと形も変わってて滑らかなね形をしています。もうカクカクしたビルじゃなくてですね、ちょっとねデザイン性が高いビルなのかなっていう風に感じますね。さて、お部屋の中入ってきました。スリッパがね置いてあります。グランバッハってねちょっといいスリッパな感じがしますね。お部屋はこんな感じ、かっこいいですね。とにかくですねスタイリッシュという感じです。お水が置いてあります。こちらねサービスになっています。お水嬉しいですよね。寝る前とか起き抜けってやっぱりただの水がねいいのかなっていうふうに思うので、水のサービス非常にありがたいです。テレビはね壁掛けになっています。小スペースですね。部屋がね広く感じます。眺めはこんな感じですね。仙台ということもあって、まあ駅前ですからね、同じくらいの高さのビルも結構あります。これマンションですかね。この辺に住んでるってのすごいですよね。仙台駅前に住めるってすごいなと思いますけれども。さて、こちらがバスルームです。フェイスタオル、バスタオルなんかがねありますけれども、一つ一つのタオルもねちょっといい感じの厚みを感じられるタオルでしたね。髪を溶かす櫛や歯ブラシなんかはねお部屋に備え付けということになっています。グラスもおしゃれですし、コースターにはねグランバッハの GB というねマークが書かれています。シャンプーやボディーソープはねこんな感じ置いてあります。お部屋のお風呂もとってもね清潔で、こちらのねお風呂で済ませてしまうというのもいいと思うんですが、なんとですねこちらのグランバッハ仙台さん大浴場もあるんですね。フロアは16階ということになっています。チェックインの時間から深夜1時まで、朝はね6時から10時までということで使えるようになっています。ありがたいですね。大浴場があるホテル、最近はね結構ステータスになってきた感じがしますけれども、こちらもね大浴場完備ということになっています。もちろん宿泊者は無料で使うことができます。旅で買ったお土産をね冷蔵庫で冷やすこともできます。お、床には音符のマークが、さすがですね。音楽をテーマにしたホテル、バッハさんがね、隠れバッハさんがいます。やってきたのは7階、フロントがある階にねあるラウンジでございます。ロビーラウンジ、こちらチェックインからね夕方の時間はこうしてドリンクをねいただくことっていうのができます。館内至る所にね音符だったり隠れバッハさんがいらっしゃいますので、音楽がね好きだよ、クラシック好きだよというね方はねとってもいい場所なんじゃないかなと思います。天国のようなね場所なんじゃないかなと思います。さて、この夕方のお時間はですね、なんとおもてなしサービスの一つ、ずんだ餅をねいただくことができます。コールドのねドリンクもいっぱいありますよ。これをね自由に取ってこのお席でいただくことができるんですね。これはありがたいですよね。とってもいいサービスだなと思います。窓際の席に座ればこうして仙台駅前の景色、大通りの景色をね眺めながらいただくことができます。これはね贅沢な時間だなと思います。こちらはねなんと宿泊者はね無料でございますからね、とっても嬉しいサービスなんじゃないかなと思います。
さて、私はね、ちょっと最近カフェインを控えるということをしてまして、ハトムギ茶が置いてありました。こちらはありがたいですね。カフェインですということで、ハトムギ茶いただいていきたいと思います。一緒にいただくのはずんだ餅でございます。こちらのずんだ餅はですね、お茶の井桁さんというね、まさに仙台本社があるお店、お茶とかお菓子のねお店でございます。こちらのねずんだ餅をいただくことができてしまうんですね。いや、この綺麗なロビーでね、いただける。そしてしかもね、景色を眺めながらいただけるのね、とてもいい時間だなと思いました。ちょっとおしゃれですよね。楽器たちが浮いておりますけれども。仙台駅へのね、アクセスもバッチリでございます。夕ご飯とかはね、仙台駅、名物がいっぱいありますから、牛タン食べたりですね。あとはね、海鮮とかも有名なので、こちらの方ね、いただいてみるっていうのもね、いいのかなと思います。はたまたね、ちょっとこの1階にございますセブンイレブンでね、買って部屋で食べるっていうのもね、それもいいんじゃないかなというふうに思います。いいですよね。コンビニ飯もね、ホテルで食べるとね、極上のねご飯になります。こちらのホテルグランバハ仙台ではさらに夜食のサービスがあります。レイトナイトスナックということで、道民のね夜泣きそばみたいな感じだなと思ったんですけれども、白石ウーメンというのがね、宮城県の名物であるんですが、そちらのね、ウーメンを使った冷たい麺がね、夏はいただけるということでございます。ですね、まだね、本場でウーメンをね、食べたことないんですけれども、こちらのね、ちょっとアレンジ料理の方ね、いただくことになりました。これ非常に嬉しいですね。なんと無料なんですよ。宿泊者はね、無料でこちらいただくことができます。冷やし中華みたいなね、感じに味付けされていました。これが白石ウーメンですか。とっても美味しそうですね。冷えてるので夏にはねぴったりかなと思います。また、ね、飲み物も飲み放題になっていました。夜の時間もね、夕方の時間もサービスがある。これはねすごいなと思います。なかなかねそこまでやってるホテルっていうのはね、私も知らないので、とてもねびっくりしました。さて、館内着もとってもおしゃれなんですよね。音符が入っています。お部屋からフェイスタオルを持って16階の大浴場にやってきました。こちらがね大浴場でございます。早速ね入っていきたいと思います。中の方はですね、結構シンプルな形になっています。大浴場ね、一つ浴槽があります。あとはね洗い場があるという感じで、白を基調にしたそんな場所でしたね。いやー、いいお風呂でした。このフロアにはお風呂の他にもコインランドリーとかね、こうして自動販売機があったりします。こちらでは洗濯、そして乾燥がねできます。電子レンジもねあるので、買ってきたものを温めるっていうのもねいいのかなと思います。それではそろそろね、お部屋の方の明かりを消しておやすみなさい。さあ、次の日の朝です。おはようございます。いい景色ですね。とっても青空が広がっています。結構ね、このお盆期間中台風がね来るということで、結構日本列島天気悪かったっていう感じなんですが、東北地方はですねあまり被害を受けることはなかったのかなと思います。仙台もよく晴れていました。さあ、早速朝一でお風呂に入っていきたいと思います。16階にやってまいりました。こちらはね、なんと朝風呂もできるんですね。無料で入ることができます。電子レンジもね16階にありますので、ご飯をね温めたいときはこちらにね来るといいのかなと思います。私は今回朝食をちょっと前の日に買ってあったねパンを温めて食べることにしました。今回はグランバッハ仙台にね泊まっていきました。今回はね結構お安くて、1万円ちょっとでね2人で泊まることができてしまったので、1人5000円台ぐらいということになります。いやー、とてもね綺麗なホテル、サービスもね、夕方にはお茶の井桁のずんだ餅いただけたり、夜食にはなんとね冷たい冷やし中華風の白石ウーメンをねいただけるということだったので、とてもね面白くていい体験ができるホテルだったかなと思います。さあ、今回この動画はここまで、いかがでしたか。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。